今回はあのオムロンの、えー、血圧計の紹介をしていきます、えー、血圧がですねこの前病院に行ったら上が130ちょっとありましてああちょっと高いなっていうふうに思ったんでまあ毎日記録しようかなと思って購入してみましたで購入した、えー、血圧計がこちらになります オムロンの型番がですね HCR-7800T ってやつになりますでこちらの、えー、血圧計なんですけど、まあ、普通の血圧計プラスあの心電図が測れるものになっています、まあ、心電図を測るといってもですね、あのー、いろいろなことが多分病気が分かるわけではなくて あの初期段階の心房細動っていうものの発見に役立つでこの心房細動っていうのをちょっと調べたんですけど、あのー、本来はですね一定のリズムでの、えー、電気活動で動く心房が、えー、無秩序に電気活動をして痙攣している状態を指します、まあ、不規則な脈になっているから 発症すると動機やめまいなどを起こすことがあるとで一番怖いのが脳梗塞を,起こす、えー、脳梗塞を引き起こすす危険性が高くなるみたいで,すで心臓の方はそこまで自分今まで引っかかったりしたことがないので気にしてはいないんですけどまあどうせならあのなんかいろいろ機能ついたやつの方が面白いかなと思ってこれにしてみました。 じゃあまずは簡単に、えー、付属品の紹介をします、まあ、付属品は、まあ、説明書がついていてあと専用の、まあ、こういうふうに収納のケースがついてますでまあケタ付け <laughs> まあ普通のケタ付けでこのような感じになっていてこれあれですねあの腕に巻いてギュって締め付けるタイプの ものになってますで外観がまあこんな感じでここにつけてあと裏側は電池がいくつだったかな炭酸電池4本で動くようになってますで使い方なんですけどあの心電図を測るっていう機能をあの使うにはオムロンの、えー、アプリを まあスマートフォンなどに入れる必要があります。で、オムロンのアプリっていうのが、これなんですけど、オムロン、まあ、コネクトっていうアプリですかね。まあ、これをダウンロードして、確かあのユーザー登録みたいなのはしたかもしれないです。そうすると使えます。まあ、お金とかはかからないです。で使い方はとっても簡単で、 まず本体とこれの Bluetooth の,の設定だけ最初に行います。Bluetooth で連動できるようににして、まあ、もちろんスマホの方の Bluetooth をまあオンにして、で、まあ連動ですね。連動するようにしたら、あとはオムロンコネクト。まあアプリを立ち上げて、 で、まずここここを押すと、まあ、こんな感じの画面になるのでここの,ここの部分この部分に親指を当ててあと横にこういうのがついてるんですよねでここの部分に指を当てるとあの心拍数と心電図の動きを測っていってくれますじゃあちょっともう一回やってみますで、えー、測り方なんですけどアプリまあ立ち上げてあげたらここ このボタンを押してあげてあとはここをまあこのスマホに書いたら画像のように指で押さえるだけですそうするともう自動でこう測り始めますで先ほども言ったんですけど今あのこの血圧計とスマホの本体が Bluetooth で接続されている状態 になりますはい、えー、このように正常な同調率っていうふうに出ましたとりあえずあの心電図の方は自分はこのように問題ないようですでまあ,あの正常じゃないとか、まあ、出たりしたら、まあ、お医者さんに行って、まあ、こういうふうに出ましたとやれば まあなんていうんですか、ね、そのスムーズにいくんじゃないかと思いますその診断というかじゃあ実際にまあ実際に使い方としてはこの血圧計と一緒に測るのがまあ一般的な使い方だと思いますまあこれはまあ一緒というか普通の血圧計と変わらないと思うんですけど腕に巻いてあとは測ればいいだけです で一緒に心電図と血圧を測りながらまあできるっていう感じですねでちょっと上がってみますでこうスタートあ,あ違うまず始まっちゃったちょっと一回ストップまあアプリをこう立ち上げますよね立ち上げたらまず先にここ押しちゃって これでもトスタートこれで心電図を今測りながら血圧も一緒に測れるという今のオムロンのまあ、えー、血圧計 まあ上位機種の方はほとんどあのスマホの方にあの検査結果というか血圧の履歴を残すことが可能になってます。最低血圧がちょっと高いですね。で終わったらこう完了を押せばあの自動でこのデータ血圧のデータとあの心電図のデータがあの記録されるようになってます。 ちょっと最近サボってたんであれなんですけどまあ記録していくとまあこのようにまあなんつうんだろうスマホに残ってくんで履歴が後で確認したりすることも可能になってますまあそんな感じですはいで価格はですねちょっと高いんですけど2万5000円ぐらい 安いとこで Yahoo ショッピングで自分は上がったんですけどまあ2万まあ3万はしないぐらいで購入できますまあ興味のある方は是非動画の概要欄を購入先のリンクとか貼っときますので是非、はい、見てみてください以上です